さあ皆さん早速ですが問題です。トラパラといえば何でしょう。トラパラ、トラの楽園。違います。貫通理解でトラパラといえばメジャークラフトから発売されているトラウト専用ドットのことですよね。はい、皆さんこんにちは。貫通理マニアのデラでございます。このチャンネルでは私自身のブログ貫通理マニアで書ききれなかったことを解説、裏話などをご紹介できればと思っています。少しでも役に立ったと思った方、また読んでやってもいいよという優しい方、ぜひチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いしますね。それでは行きましょう。貫通理マニアです。はい、では早速やっていきましょう。コスパ高しメジャークラフトトラパラ、まずはトラパラから始めませんか。はい、目次です。メジャークラフトトラウト専用、スペックバリエーション、ちょっと気になるところがまとめ、こちらでいきましょう。メジャークラフトはロット中心にルアー釣り用品を製作している釣り具メーカーです。低価格でありながらも質も良く、釣りビギナーから上級者まで満足のいく商品を世に送り出している、そんなイメージです。私も本当お世話になっております。そんなメジャークラフトのトラパラ、メジャークラフトに限ったことではありませんが、魚種ごとにロットも専用品が数多くリリースされています。メジャークラフトトラパラもトラウト専用ロットとして発売されています。そこで思いますよね。管理釣り場は管理釣り場専用ロットじゃなきゃダメなの？そんなことはありません。バスロットでもアジングロットでも可能です。実際バスロットで缶釣りもしていましたが、なかなか調子良かったです。その辺のバスロットはね、概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧になってください。ただトラウト専用に作られているので正直使いやすいです。缶釣りトラウトフィッシングでは他のルアーフィッシングに比べて小型軽量ルアーを使うことが多いので、専用ロットは軽いルアーでも投げやすいような作りになっています。具体的に言うと、ロット全体がね、非常に柔らかくなっています。柔らかいことでしなります。でそのしなりを生かしてロットの反発性飛距離が出る、こういった計算ですね。バスロットやアジングロットを持っているけど缶釣りは初めてだよって方は、最初は手持ちのロットで十分だと思います。前置きはこのくらいにして、今回紹介するトラパラは TPS602SUL というモデルです。トラパラには大きく分けてエリア、管理釣り場ですね、そちらのモデルとネイティブ、自然渓流、湖などで使われるモデルに分けられます。TPS602SUL は管理釣り場専用モデル。両者エリア、ネイティブの違いはざっくりですが、管理釣り場モデルはロットの調子が柔らかめで6フィート前後の長さとなっております。管理釣り場は大小あるものの、そこまで大きな釣り場ではないので、ロット長は6フィート前後で十分です。軽量ルアーを使うことが多いため、ロットは柔らかいです。続いてネイティブモデルです。ネイティブモデルはロットの調子は固めで5フィートから11フィートまでと、非常にレングスのバリエーションが多いですね。自然渓流は川幅も様々です。源流域では数メートル、本流湖では数十メートルと釣り場の規模も様々です。そのためロット長のラインナップが多く設定されています。また自然渓流では重めのルアー、貫通に比べてですが使用が多いため、ロットは硬くできています。そして本日紹介するメジャークラフト TPS602SUL です。スペックを簡単に紹介しますね。長さは6フィート、約180センチとなっております。そして次2は2ピース構成。タイオルアは 0.8 グラムから3グラム。タイオラインは1ポンドから3ポンドまでとなっています。そして調子は、レギュラーですね、となっています。ではね、重さを見ていきましょう。実測にはなるんですが、約61グラム。そして、しなり、調子ですね。調子は画像を見ていただくと分かるんですが、胴から曲がるレギュラーテーパー、ロットの根元の方までね、しっかりと曲がってくれます。いわゆる乗せ上司っていうやつですね。そして、このロットの名前 TPS602SUL ですが、一つ一つ意味があります。ちょっと簡単に見ていきましょうか。まず、602の60の部分、ここはロットの長さを表しています。6フィートっていうことですね。そして602の2の部分、ここは、継ぎ図になってます。2ピースという意味です。2本継ぎとなっております。そして SUL、 こちら SUL はロットの硬さとなっています。ちなみになんですが、ロットの高さ、貫通ロットに関しては柔らかい方から硬い方まで、それぞれアルファベットが決まっています。そこにも書いておきますが、参考までにご覧ください。XUL、SUL、UL、L、ML というような順番で硬くなっていきます。今回のロットは 602SUL なので、オーソドックスなレングスに、これまたオーソドックスな硬さ、まさに貫釣り入門にぴったりなロットですよね。そしてトラパラの最大の特徴といえば金額です。
もう約ね、8000弱ぐらいですかね。で、購入することができます。非常にね、手に入れやすい価格となっています。初めての一本には非常におすすめですね。コマに別をいいとこづくめのトラパルですが、ちょっと気になるところも、お伝えしておきます。まあね、この価格のロットにそれを言っちゃいかんって気もしますが、言っておきます。まずグリップのね、コルクが粗いです。写真を見ていただくと分かります。コルクには真質があるかと思うんですが、穴ぼこが多くてね、ちょっと粗いなっていう感じがします。そしてリールシートが安っぽい。まあね、プラスチックのなんだろう、ピアノブラックっていうんですかね、非常になんかテカテカした感じで、ちょっと安っぽさはね、拭えないですね。富士のリールシートを使っているようですが、プラスチッキー感が半端ないです。で、まあね、気になるところはこれぐらいです。十分合格点、この金額なら文句言ってはいけません。はい、ではまとめていきます。まずコスパ最高、バリエーション豊富。まずはこの1本、入門用には最適ですし、この価格なので貫通始めてみようの1本や、ベテランアングラーのサブロットにもグッドだと思います。ここまでつらつらと語ってきましたが、最後にとっても大事なお知らせがあります。今回紹介した TPS602 SUL、 こちら、廃盤になるようです。でも安心してください。商品名は変わりますが、モデルチェンジで貫通モデルは販売継続されます。TPS602 SUL の紹介でしたが、名前が変わって TXA602 SUL となっています。で、こちらのモデルはね、販売継続されています。そこまで中身は変わらないかと思うので、TXA602 SUL、こちらをぜひですね、トリック店さんなので、ご覧に行ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。また私のブログ、貫通マニア、まだ読まれたことがないという方は、ぜひこの機会にご覧いただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。